今回はですね、近況報告も兼ねて、最近更新したものとかを紹介したいな、と。まずは、シルバリオラグナロク公式サイトに新コーナーができました。この二人では話にならないので、ライターの高浜亮自らが、みんなの質問に答えてくれる。高浜亮の、シルバリオサーガ、一問一答？早速ですが、黒糖真白さんの質問に答えてみます。黒糖真白さん、質問ありがとうございました。メールは随時受け付けてますので、備え付けのメールフォームからどしどしご応募くださいね。では次。Steam 版シルバリオラグナロクが配信開始になりました。Steam の審査基準により、成人向きと表記されてますが内容は全年齢版ですのでご注意ください。もう一つ遺言を伝えておきたかったのだがな。ちなみに18禁版で頼むぞ。絶対だからな。という方は、最寄りのお店かダウンロード版を購入してください。あとは、バトル人気投票の中間発表を行いました。ジェイス、つよ。こんな感じです。もう少ししたらいろいろ動きを見せられるかも。ですので、楽しみに待っててくださいね。それでは、前回に引き続きメールを読んでいこうかと。調査ニュートツキントンさんからのお便り。服部さん、高浜さん、ゲストのあゆみさん、ジェケラグナロク。まずは、24日のシルブアリオラグナロク発売おめでとうございます。前編2部作、および今作の体験版までのアステリズムの映像丸暗記しながら、この日を楽しみにしておりました。ありがとうございます。すげえ。そしてあゆみさん誕生日おめでとうございます。このメンツでの久しぶりの収録はいかがでしょうか。一人のユーザーとしましてはなんだか実家のような安心感がございます。わら。さて待ちに待ったラグナロク本編、ラグナ君たちの戦いによって物語がどう動いていくのか、玉光奏者の皆様は関わってくるのか、シルバリオサーガがどう終結に向かうのか、ザンブレイブ卿のシリ、インオ、は果たして無事なのかが非常に楽しみです。最後に、最近の世情から色々と大変かと思いますが、高浜さんの次回作に期待しつつ、本日の挨拶とさせていただきたく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、ザンブレイブ卿のシリは、ごめんよ。ごめんよって。ご覧の通りだよ。ご覧の通りだよ。ご覧のありさまだっけ。はい、そんな感じですね。調査ニュートツキントンさん、ありがとうございました。ザンブレイブ兄弟の尻は、悲しい事件でしたね。それでは続きまして。集まれ、バブミノクニさんからのお便り。ラグナロクに備えてシルバリオシリーズのおさらいをしていたところ、シルバリオシリーズのキーアイテムである、新製鉄。新鉄、とも言われるオリハルコンですが、かつての旧日本で開発された超合金なら、むしろヒヒーロカネと呼称した方がふさわしいと思ったのですが、この名称にはバブミ同士班としての深いお考えがあるのでしょうか？おぎゃー師範。師範。どのようにお考えで？せやな、バブミ道の師範から考えで、俺、知らんうちにそんなものになったったへんってちょっと思ってるんやけれど、よし、すみません、おしゃぶり、俺の絵に追加したってくださいそうですね、はい、ともかく、うん、おしゃぶりはともかくとして、そうですね、まあ、ヒーロー金っていうのもそうなんですけれど、さあ、ヒーロー金とオリハルコンで自分も2つ考えたんですけど、そうですね、ヒーロー金という名称は実はベンデッタの時に多少角土地が言う時にちょろっと当ててたんですけれど、うん、でも基本的にはそう、基本、でもやっぱりあの世界観というか、あれがそのとあの西洋東洋の、うん、おまあ場所がね、そう場所と言われるものがあるのと、それとあとやっぱりあのヒーロカネという単語を知ってるのは中二力が高いやつじゃないと、あの、うん、そう、あのやっぱりオリハルコンの方のが全体的なそのゲームをやってない人とかでもある程度知名度があるというか、パッと思いつきやすいっていうのがあったから、だからまあ分かりやすい単語にしようっていうので、オリハルコンなんとなくね、オリハルコンの格上だしね、なんとなくかっこいいっていうのが、ねうん、ヒーローカネはほらちょっと特殊じゃん、神様でもちょっと枝分かれの先だから、うん、火属性みたいなイメージもあるんだよね、うん、だからそうなんだ、あのそう、どうやってもなんか火属性にとらわれちゃうようなイメージができちゃうからっていうのもあって、オリハルコンにしようっていう、あとはやっぱり自分が昔サンデーを
あのワクワクしながら読んでた子供の頃、スプリガンという漫画があってね。スプリガンか。あのいや好きだったのよ。あれがね、あれに出てくる超金属と言われるもののオリハルコンの組織の奪い合いみたいなのとかのがあってたりとかもしててね、うん、あのやっぱりあの時の子供の頃のやっぱりイメージというものは強いから、オリハルコンってすごくて強い金属なんだっていうのがやっぱり、あの僕はスプリガンからそれを学んだかな。うちの世代はまあファイナルファンタジーかな。あーそうだね、あのやっぱりあの時代を生きてるとオリハルコンで強いってイメージがついちゃうよね、あの年代の。まあ俺金属で基本的に最上位だから ね一般には。うん、というわけでオリハルコンにしたというわけです。こんな感じでどうでしょう、バブミの国のそう、集まるバブミの国さん、どうでしょうって、あなたのバブミランクはどれほどのものでしょうかって。集まれバブミの国さん、ありがとうございました。では次、やはり本気は素晴らしいさんからのお便り。世間はいろいろと大変な時期ですが、無事にラグナロクを予定通りに発売できるよう尽力してくださるスタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。感謝の気持ちが溢れ出しているので予約の数を1本増やしておきました。あー、ありがとうございます。ありがとう。あー、これを知り合いに叩きつけて布教していこうと思います。ラグナロクの発売はもちろん、その先のライトの展開も楽しみに待っています。トリニティのコンシューマ版が PC で遊べるようになりませんでしょうか。ベンデッタの時みたく DMM の配信オンリーだけでも、何とぞ。まあ、まだ生きててよかったんだなぁ、みたいな感じですね。ですね、この絵でどうやって感謝を、俺はこの体でどうやって感謝を伝えるべきなのだ。ああ、はい、あのジェイさんのオーバードライブが力んだら爆発したのはこ、うん、まあ股間が吹っ飛んだのは俺がせっかくこれにするとぼかそうとしたの。股間は18禁ワードじゃないからバンされない。そうか、そう、股間は OK。 YouTube へ懐が深いぜ。股間のところを具体的名称はダメだよ。そうだね、うん、まあとにかくあのジェイスさんの、うん、オーバードライブさんが吹き飛んだのはあの彼の能力のせいです。基本的にそうですね、あのですね、昔烈火の炎という漫画がありましてですね、だから昔話恐怖ね、はいどうぞ、うん、烈火の炎という漫画があってですね、あれに出てきたあのなんだろう、あの炎を出す主人公といったものが炎を出しても自分の手が燃えないっていうのがあったりとかして、せやな普通は燃えるよなみたいな感じのという意識があの時についたことによって、付属性というステータスがまあシルバリオでは大事と言われるものが自分の中であったわけなんです。この付属性がないと自分の出た能力っていうものにも自分も触れたらダメージ食らっちゃうよっていうのがあったことによって、まあそうですね、それでまあ股間は爆発するし、あの それが低かったら爆発するし、あとそうね、相当閣下の受けたような最強化手術であの強化とか対応できなかったっていうのはっていうのに関してはまああれですね、あれでしょ、うん、だって要するにアクエリアツのみんなが、うん、股間の再生は趣味じゃなかったんでしょ。腕とか足は作ってくれるけど股間はめんどくさかったんでしょ股間はまあ、あのなくても戦えるしみたいなねまあ結構鋼鉄のあれをつけるわけにもいかんしねとかね、そんなこと言ってたら俺は不死身のオーバードライブの本編の言葉がちょっと意味違っちゃうというかいやでもオーバードライブの奥さんというか母ちゃんはとても強そうだからそれでも平気だと思うけど。そうだね、あの肝っ玉母ちゃんと言われるものをね、あのみんな想像して誰か書いてくれたりしないかなとか、まあいいやトリニティ CS 版の PC 化は、はい、いただきまして、そろそろ発表になってるかなってないかわからないんですけれども、出します。にゃほちゃんと出るのでちゃんとした口をお待ちください。まあ CS 版なのでね、でちょっと今いろいろと面倒な時間かけてやるのもあれなので PC でプレイできるようにしていくと思うんで、よろしくお願いします。やったね、やったぜないよう気をつけて、服を汚すとまた怒られるわよ。
ふざけるな。邪魔だ、貴様。何故己の邪魔をする。そこを解け。実はほぼできてます。残りはデバッグとスチームの審査のみなので、近いうちに出せればいいなぁと。それではここで山田さんからのリクエスト、 CS 版シルバリオベンデッタオープニングテーマ狼気転月お送りします。ございました。シルバリオシリーズで一番好きな曲と言っていただき嬉しいです。他にも好きな曲があったらぜひ送ってきてくださいね。それでは本日最後のメールになります。鋼のバリスタウィズローマさんからのお便り。フルメタルギガース万歳。最近とあるソシャゲで神様にまつわるとんでもない解釈がありました。こういう界隈だとあるあるではありますが、少し不安になったので質問します。今回ラグナロクで巨大ロボは出ますか？作品初期から生体兵器や概念が形を得たものなど出てきましたが、今回宇宙での戦闘もあると聞き、まさかと脳裏をよぎりました。長文失礼しました。それではコロナを滅ぼすべく特艦します。フルメタルギガース万歳。鋼のバリスタに栄光あれー。アドラー万歳。軍事帝国アドラーは依然最強。まあ、とまあ、うん、あの、まあ、まあ、そんなことを叫ぶ、あの、光属性ロボたちの大進撃はありましたよね。あのネタバレで言うと、高浜さん自分でシナリオ書いてあれだけど、あれシナリオだけで処理されてるけど、最後のラグナとグレンファルトの最終決戦、あれ絶対メカいたよ。あの中にパチンつっていろいろ作ったじゃない。そうだね。あの中に多分巨大ロボットあるよ。まあ大きいやつも作れますし ね、うん、そもそも言うとね、雨のクラタでロボットだから。そうだよね、ロボットだもん、ね、であれだから雨のクラタ同士で勝負した時点であれもう巨大ロボット大合戦だから巨大と言っていいのかともかくて、まあロボット大合戦、あれ宇宙空間で多分巨大化してるよね。あれだってでかかったもん。わお、ね、そうだね、天元突破的なね。そうしてるから。実は巨大ロボット大合戦はしました。そうか、俺は知らないうちにスーパーロボット対戦を書いてたんだ。だってあれスーパーロボット対戦だよ。そうですよね。最終決戦だって、うん、ラグナ君が作る兵器って兵器だからね、うん、そうだね。どれも実はあれ人型だったかもしれないね。人ってそういう解釈。そう、解釈だとね。誰も絵を描いてないから分かんないけれども、まあね、うん、少なくとも雨の黒は人型兵器だからね。だからね、っていうか、ね、そうだよね、うん、まああれはね、あそこのところ の、 その自分でテキスト書いてる時とかのも思ったのが、うん、あれいきなりゼロインフィニティ始まったなみたいなんだとか。だってゼロインフィニティあったから。そうだよね。おや、このなんだっけ、機
公式は見たことがあるみたいとかね。でもってしかも俺がねあの時にねさらっと書いちゃったのがねラグナ君のあれのでねあのそう精神式人相永久機関とか言ってあれ、ね、俺の懐かしいフレーズが出てきたぞみたいな、うん、まあ多分ねあの発売後にね、うん、メール募集してたらねその辺のツッコミたくさんあったと思うんだよね。これもしかしてオルフィレウスの音が来ちゃったりとかね。まあいいやまあそれも含めて、うん、ラグナロクはそうです、ね、ネタを極めてしまいましたって話なんで、まあ高浜亮の集大成というか今まで積み重ねてきたもののあれですよね、うん、そうまずは一旦集大成ができました、うんうん、ガチ勢の光の王座のお祭りでした。そう光属性を永遠なれみたいな作品でしたよね、うん、まあそんな感じになった感じですね。とにかくまあはい、というわけで巨大ロボットはいました。います鋼のバリスタイズローマさんありがとうございました。巨大ロボはいます。では今週はここまで。例のおまけもこの後ありますのでお時間のある方はぜひ引き続きご視聴ください。それではまた次回放送でありがとうございました。結局いやまあわかりますよ。あの そんなん別にだから隠すっていうのもそう。あそうそうそう、もうあっていいですよ。つまりこんな能力を言ったら逆に言うとさ、それを持つとちょっとお得な反面、うん、将来が制約されることを嫌う人もいるわけじゃん。例えば例えば君は能力があるからこれができると、うん、でも俺はそんなことしたくないと、こっちの仕事したいんだとか、そっちの方が俺の能力が稼げるよとかさ、まあ、あったりするわけじゃん、うん、それ辺をねちょっと聞きたいなと思って。やる気のないやつっていうのはどうするかってあれですよね。まだそこまで考えてはないんですけれど、うん、言われた感じとしては確かにそこら辺そうですね。ああいやそういうツッコミ言ってくれると助かります。それが仕事かと思ったらいる。ちゃんと整備しなければいけない部分なんで、うん、無論なんか行政的にはあった方のがその無論の順調職業のあれが開けるだとか、うん、無論その素質はあるんだけれど、うん、お前はそのほらよく言うじゃない、例えばあの魔力はあるんだけれど、うん、あのすごく魔法使いとかの世界、うん、ハリーポッターとかでも魔力はあるんだけれど君の魔力はそんな大して E ランクぐらいだから、まあ普通の人生歩んでて、たまになんか例えばその魔導書に魔力込めるのだけはなんかあのバイト扱いみたいな感覚であのやっていいよぐらいの、つまりなんかライセンスも A 級ライセンスだとか B 級ライセンスだとか、ね、ライセンスとかいいね、うん、ああ免許制はいいね、国が保証してくれる免許はいいね、うん、まあ例えばなんですね、だ免許だったらさ損はないわけじゃん、うん、仕事も制約がないけどね、ただ俺が心配をした、例えばね、うん、ここ少し夢のない話をすると、うん、ちょっと将棋が強くって子供の頃ね、うん、大会でも優勝したお子さんがいて、うん、こいつはもうお前は将棋が強いんだから、うん、プロになるべきだとかおだてられて、うん、奨励会に通って、うん、ね、一応あれ年齢制限が30歳とかあるじゃん、30歳まで奨励会で頑張ったんだけども四段に合格できなくって、とうとうプロに落ちて30歳になって何の技術もなくて将棋が打てるだけだけどプロになれなかった人っているわけよ。それって悲惨じゃん。